チャールズ・ホスキンソン。多くの方がご存知のように、インプット・アウトプットはグローバル企業です。そして、世界50カ国以上に従業員を抱えています。その中で、従業員の密度が高い国の一つがウクライナで、15名が在籍しています。2016年からはベリタスというチームがあり、ほとんどが暗号解読者ですが、今はエンジニアもたくさんいます。人々は結社、商業、表現の自由を恐れる必要はないはずです。私たちは、愛する人々を愛し、私たちが持つアイデアや考えを持ち、私たちが行う商業活動を追求する能力を持つべきです。権威主義はそれを許しません。独裁者とその後ろ盾が命じた空間でのみ、活動することが許されるのです。そして、それ以外のことは厳しく罰せられるのです。これは、私たちの業界が象徴するものすべてに反しています。私たちの戦いは、特定のトークンの価格が高いとか低いとかではなく、自由と解放に関わるものです。人々に自身の機関になる力を与えること。自分たちの銀行となるために。以前は確認できなかったことを確認するために。それがどのようなものであれ、お互いに、そして世界の複雑さを乗り切るために頼っている機関に対する信頼と信用が回復されたとき、どのような社会が存在できるかを問うのです。王や独裁者、農民がいなくなったとき、どのような社会が存在するのでしょうか。共通の目的に向かって、協力する手段とツールを持った人々が、その行動が今日や明日を超えて、何十年、何百年と波及することを理解する知恵を持つだけでいいのです。プーチンは老人であり、あと100年も生きられないでしょうし、おそらく50年も生きられないでしょう。だから彼の老後に、今彼が取っている行動は数十年後に記憶され、波紋を広げ、世界をおそらく悪い方向に永久に変えてしまうでしょう。これほど少数の人間が、世界秩序に大きな影響力と権力を持つことは賢明なことなのでしょうか。特に、彼らがその影響力と力を維持することを許されるのであれば、チェックやバランスもなく、年齢や理性を超えて、分散化のポイントは、レジリエンスやライアビリティだけではありません。悪意のあるアクターに対する抵抗力です。制度の再構築でもあるのです。そうすれば、あまりに長く権力を持ち続ける強力な独裁者を持つことはなくなるでしょう。そして、監視や説明責任なしに、私たち全員に害を及ぼすような物事や方法を変え始めるのです。普遍性のルール。私は世界が暗号通貨とブロックチェーン技術の約束に目覚めることを願っています。このような出来事によって、何か良い結果が得られるとすれば、それは今までとは違うやり方で物事を進めなければならないと気づいた瞬間だったと言えることです。世界秩序は、現在のようなテクノロジー、生活、グローバリズムを管理できる状態ではないことに気づいた瞬間だったのです。独裁者が単に力によって直接的に、または私たちの生活に莫大な選択されていない影響を与える、ある種の奇妙な国境を越えた取り決めを通じて、間接的に物事を取るだけであることを認め、受け入れるか、私たちの生活を取り戻し、単に自由の技術を採用することによってそうするのです。自由。私たちはアメリカでこの言葉をよく使います。なぜなら、それが私たちの原点だからです。私たちは時々、その自由を守るために先人たちがどれほど苦労してきたかを忘れてしまうことがあります。自由とは、安全であるということではありません。自由とは、ゆりかごから墓場まで面倒を見られるということではありません。自由とは、自分で選んだルートに従って夢を生き抜く能力があるということです。そして、それが得られることもあれば、得られないこともあります。それらを追求する自己決定権を持っていない場合、つまり、教育や自分の運命は自分が握っているのです。そして、それが本当に意味することを忘れてしまうこともあります。また、失敗する自由も認められています。成功する自由に加えて、失敗する自由も与えられているのです。ウクライナの人々にとっては、これから長い間、非常に困難な時期が続くことになります。
私たちの思いと祈りと心は、彼らのことを深く気にかけています。そして、それを乗り越える方法を見出すことを望んでいます。しかし残念ながら、ヨーロッパとアメリカの指導者たちは、そのことをあまり気にしていないようです。経済制裁することで、すべての問題が解決すると思っているようです。だから私たちは、別の方法を探すしかありません。そしていつの日か、それらを乗り越えることができると信じています。それまで、私たちは自分の役割を果たしていきましょう。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。